安倍ちゃん、国民全員が、安倍は、国家の統計を、いじった、と、言ってるよ。統計をごまかしたでしょ。まあ、ずっと今まで、小川先生がおっしゃって、まるで私たちがですね、統計をいじって、アベノミクスを良くしようとしてる。そんなことできるはずがないじゃないですか。そんなことできるはずがないんですよ。なんか、答えを言っちゃっていいんじゃないかっていう、見てる方からコメントがありました。でもね、森友の時も、安倍ちゃんは言ったよね。私は妻が官邸していたということになれば、これはもう、まさに、これはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員も辞めるということは、はっきりと申し上げておきたい、全く関係ないということは、申し上げておきたいと思いますし、わははそもそも何かそういうことが動いているかのように。わははわははわはは